前半でお話しした心の目の話をしたいと思います、はい、ジーザスはですね、目の見える人に向かって私は裁きのためにこの世に来ましたって、目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためですっていうふうに言ったんですね、はい、目が見えるようになるのは大歓迎ですけれども、目の見えるものが盲目になるっていうのはどういうことなんだろうっていうふうに思います、うんうん、はい、まあ、このジーザスはですね、他にも目について気になることを言ってるんですね、うん、他の人の目にある塵を取らせてくださいっていう前に、自分の目にある針を取り除きなさいっていうふうに言ってるんですよ。針、針っていうと、はい、針っていうのはですね、天井にある大きな木材のことですよね。あっちの針ですか。そうです、はいはい、これね、他の人の欠点を指摘する前に、自分にはもっともっと大きな欠点があることを認めて、うんうん、まずそれを取り除きなさいっていうふうに言ってるんですよ。すごい言葉ですね。はい、それもね、このジーザスのこの言った言葉の相手っていうのは、あのバイブルの専門家だと思っている人たちに向かって言ったんですよ。そうなんですか。はい、あなたたちバイブルの専門家なのに、うん、肝心なことが見えてないですよっていうふうに忠告してるんですね。やばい。そうなんですよ、うんうん、私ね、あのゴスペルのことをもっともっと知りたいと思ってますし、はい、あの上手になりたいって思ってるんですね、うん、で専門家にまではちょっとなれないかなとは思うんですけれども、うん、それにしても歌ももっと上手になりたいし、ピアノももっともっと上手になってゴスペルらしい演奏ができるようになりたいなって思ってるんです、はい、でも自分は見えてるって思ってしまうと、見えなくなってることに気がつかないことがあるんですよね。私はずっと視力が良かったので、目が悪くなってきたなと感じても遠くははっきり見えてるって思い込んでたんです、うんうん、ところが測定してもらったら遠くも見えなくなってきていたっていうことに気がついたんですね、まあ、だから自分は見えてるっていう思い込みが、見えないっていう現実を見えなくしていたっていうことなんですよ。ややこしいけどなんとなくわかりました、はいはい、ゴスペルね、たとえどんなに上手になったとしても、ゴスペルの真髄、うん、それはそのゴスペルの言葉にあるっていうことを忘れないようにしなきゃいけないなって思うんです、うん、決して私の歌や演奏が大事なわけじゃないんですよね、うんうん、でもゴスペルの真髄を表現するために、歌や演奏が上手になりたいなっていうふうに思うわけです、はい、もっともっとですね、心の目をはっきり見えるようにして、ゴスペルの素晴らしさをお届けできるようになりたいなと思いました。